どうもこんにちは。世界的 VIP ゲーです。いや、もうびっくりですよ。なんと楽天モバイルなんですけども、楽天アンリミット、4月8日から始まったじゃないですか。今までの情報ではですね、楽天エリアをカバーしてないところって、au のローミングエリアになって、2ギガを超えると速度が 128kbps に制限されるっていう情報だったじゃないですか。なんとですね、変わっちゃいましたよ。というのも、月間2ギガからですね、なんと5ギガに増えまして、速度制限が来たら 128kbps になるはずだったんですけども、なんと 1mbps になるということで、もう驚きを隠せませんね。どうやらですね、公式の発表を見ると、今回ね、新型コロナウイルスの影響でものすごく大変だと。まあ、在宅勤務だったり、まあオンライン学習ね、まあテレワークとか増えてるということを鑑みて、まあ KDDI のローミングエリアのデータ容量をですね、月間5ギガに増やして、速度制限が来ても 1mbps にするってね、ものすごいね、嬉しいことをやるんですって。ちなみにですね、あの4月8日からですね、もう順次で、ね、SIM が発送されて手元に届いたっていう人もね、まあ動画たくさんの人が上げられてたんで、それで見てたんですけど、正直ね、これだったらちょっと契約しときはよかったかなみたいな感じの心残りがちょっとできちゃいましたね。ちなみにですね、この楽天アンリミットなんですけども、300万人を対象に、まあ1年間無料ですよっていう風にやってるんですけども、どうやらですね、調べによるとですね、まだ300万人には到達しないんじゃないかっていう風に見られてるんですね。かといって別に今から契約する気はっていう、なんかちょっと狭間で揺れてますね。まあ、2.0 にバージョンアップしてすごく魅力的なんだけど、今回ちょっと僕はまた見送ろうかなという感じに思ってますね。まあ、僕の考えとしては、まあ、もし契約するのであれば来年以降でいいかなと思ってます。というのもやっぱ今 SIM がいっぱいあるので、もう管理するのが大変ですね。なので、まあ、様子を見て無料期間終了後の動向を見てから判断しようかなという感じに思ってます。それまでね、いろんな SIM を楽しもうかなと思ってますんで、まあ、興味ある方はね、多分今でも間に合うと思いますんで、ぜひですね、チェックしていただくのをおすすめします。お疲れ様でした。